であって5秒でバトルは原渡祭像がウェブサイト上で発表した日本の漫画。2015年8月11日より宮古柏を作画に迎えたリメイク版が小学館の裏サンデー及び漫画1にて連載中。コミックスの累計発行部数は2020年11月時点で200万部を突破している。メディアミックスとしてテレビアニメ化が決定した成績優秀で ゲームが、趣味の16歳の高校生、白柳景は普通の日常に退屈していた。そこへ突然現れた謎の包帯男の襲撃を受け、ゲーム感覚で撃退することに成功したが、その後現れたマジシャン風の女に殺されてしまう。病院風の謎の施設で景は目を覚まし、同様の境遇のものばかりが集められた会場に、例のマジシャン風の女、ミオトが登場。 それぞれに与えられた能力を使って戦うことを説明される。1対1での戦いのファーストプログラム、5人グループが1対1で戦うセカンドプログラム、チーム戦のサードプログラムを経て、舞台は監視者1名を含む12人の6グループが戦うフォースプログラムへと移っていく。恋の孔はテレビアニメ版の声優。K たちを連れ去り、戦わせるプログラムを運営する。 側の人間。その目的は未だ不明。彼ら監視人は目的の方向が一致したゆえ手を組んでいるものの仲間ではないという。その証拠に第6監視人のノルドは第4監視人のレオンハルトに殺されている。緑チーム赤チーム青チーム第一監視人チーム2021年7月から9月まで東京 MX 他にて放送された。OPED ともにアンカーが サウンドクリエイトを担当する。ありがとうございます。